お久しぶりです。ぷよぷよテレビです。こんにちは。沖田です。安藤です。メロン食べる。この畑泥棒感があるよ ね、 やっぱね。これむかないの後バレバレですね。はい。むかないでやった後。甘い、うん、けどめっちゃぬるい、うんうん、なんかこのウリ科の果物を食べながらやってる感じってドリフっぽいですよね。ドリフそうだったね。ドリフなんかよくスイカとか食うてますよ、ね、食いながらちょっと喋ってましたよね、うん、確かにね、うん、何だったんだろうねあれはね。あれ何だったんでしょうね。縁側感出したのかな。そうそう縁側ですね、うん、ほっか。今日の予定は、はい、最初に総集編をまた早く見ます。はい、早く見るっていうことは、はい、次があるってこと。そうです。まさかまさかの来た来た、はい、今日も来たか作ってるかなって言ったら、はい、あもうすぐもう明日にでもみたいな感じで、はい、来た来ました。あ、じゃあそれを後半見るっていうことですね。はい、結構いろいろご意見読んでたら、はい、結構そのプープテレビを毎日見てる人は総集編を楽しみにしてくれてると。ああそうなんだ。まとめてガスッと見て見る部分。そうだね、うん、1週間分見れるからね。ちょっとこう、うん、まとめてみたいなっていう人はやっぱうん、だからここはなくさないでほしい。はい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 、うん、あこの僕らとしてはもうそれはわがままでしょ。僕らとしては毎日見てほしいからじゃあなくせばいいんじゃないかな。そうわがままの僕らとしてはあの後に持ってきてるあいつを見たいっていうところあるじゃないですか。そうですよ。僕らとしては毎日見てほしいからそういうのなくそうよ。いやいや、そ毎日見た上で長いの週末で見たいっていう層が、あ2回見たいのね、ちょっとあるんです、はい、じゃあ最初に頑張って早く見ましょう。そうですね。ベタベタするの確率ですねこれね。ケ太郎、ある日おばあさんが川で洗濯をしていたら川上から毛が流れてきました。おじいさんとおばあさんはそれにケタロウと名付け育てました。大きくなったケタロウは毛の長い犬と毛の長い猿と毛の長いキジを連れて鬼ヶ島に向かいました。鬼ヶ島に着いたケタロウは勇ましく鬼の前に立ちはだかりましたが、あ、いいものがやってきたぞ。最近抜け毛が多く悩んでいた鬼にかぶられてしまったそうな。ロン毛っていうね、はい、あ、それロン毛になったんですか。ロン毛、毛の長い猿可愛かったですね。毛の長い猿可愛かったですね、うん、かぶられてしまったってことはもうもはやもう身はないんだね。もうそ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 う、もう太郎じゃなくてあの体の一部になっちゃったっていう。身がなくてもう毛だけがこう、全体じゃなくてパーツパーツがね動いてるっていうびっくり感です。そうだね、あの 身じゃなかったんだっていうね。第1問、この問題が解けたら IQ82。 このマッチに手を触れずにマッチ棒をゼロにしてください。答え、第2問、この問題が解けたら IQ86。 マッチ棒1本に手を触れてマッチを1にしてください。答え、溶けましたかこれ。僕は最初に聞いてましたけど、考えてるうちにもう飛ばされちゃったから、はい、もうそうか、うん、もういいもういいわと思って、これ考えてる時間が楽しいだけであって、楽しいんであって、あ、そういうことねと思って。そうなりますよね。そう、考えるのと知らなかったから解くのが楽しいのであって、うん、掃除機にガッと吸われて楽しいもんではないですよね。そう、あとあのさ、これ解けたら IQ 何とかっていう IQ の何だっけ、はい、80何本だっけ、 IQ93 やったかな、 93か、93の根拠もわからんし全然。
もうね、全然わかんないまま終わったよ。IQ93 の問題設定絶妙だなと思って。こんなクイズなくていい。これは新しかったなと思って。新しいよね。もうね、もはやむくむかないの問題じゃなくて、茹でないっていう。うん、むいた方がいいね、これ。あ、くさくさい。身だけ。あ、震えが。あ、これオーソドックスなパターン、ね、うん、あのトウモロコシ剥かないんだけど、はい、茹でもしてなかったから、もしかしたらあれ茹でてたら剥く必要なかったかもしれないんだけど、はい、そうなんですか。茹でてないのはね、すごいなんか青臭いんですよ。青臭いのはなんかわかる気がする、うんうん、農家の人がそのまま食べてたんでしたっけ。あの新鮮なトウモロコシは茹でずにいけるっていう言ってたんですか、うん、新鮮なやつは茹でなくても甘いって言ってたんですよね。で、皮は皮は多分むいてたんだろうね。カプコンはすごい調子がいいんですよね。マイドアリーありがとうございます。遠慮なくどうぞ。まだまだいっぱいあるんで、どうぞどうぞ取ってってください。僕いいですよ。僕結構いいですよ。どうか僕じゃなくてもどんどん遠慮する。そうそうそう、遠慮しない。あ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。どうぞどうぞ取ってくださいね。いいんですよ、もうどんどん。あ、そうそうそう、行ってきましょう。もう全然3枚あるんで、全然いいんですよ。もうどんどん取ってください。もうみんな気使わないでブレイクで行きましょうよ。さあ行こう、さあ行こう。あ、もう遅れさせますよ、こっちはもう。バンザーイ、行ってみましょう。バンザーイ、エビセンバンザーイ。でもまああと2枚あるから大丈夫です、ね、そんな寂しくないで行ってきます。行ってきます。あ、ありがとう。あ、もう行った。あ、あ、行ってしまった。さあ僕だな。僕、はい、遠慮せんといてください。僕です。これが遠慮の塊か。この針の上のむしろのような気持ち、なんか逆に考えてこうポジティブに捉えてですね、あの居心地の悪さをこう性的な気持ちよさと捉えて、 あくまでも、まあ、あああああああ、もう早く取ってください。遠慮のね、遠慮の塊ってやつですね。遠慮の塊っていう言葉はでもこっちに来て初めて知りました。こっちに来てっていうか、まあ、大学を卒業した後。関西にはないの？あんまり聞いたことがなかったですね。まあでも物知らないですからね、大学生ってな。まあまあ飲み会とかね。そうそうそう。あの物を喋らす部分はもう最近あれやってないですね。忘れてました完全に。ソフト多かったんです。口を動かすやつ。これいいよね。うん、結構その何かを喋らせるのは割と得意だなという。はい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 。なんかやってましたかね、今までね。昔林さんだっけ、尻が喋ってるのが。シリ喋ってるのあれなんだ。シリ喋ってるなんかね、なんだっけなあれ。うん、シリ喋らしてたよ、林さん。シリ喋らしてましたっけ。クーテレじゃなかったかな。なんかでシリ喋らしてたなと思って。おならじゃなくて。違う違う、シリ。シリがね、なんかね、落語がなんかすんだよ、シリが確か。あ、そうなんですか。うん、そっか。そういうな。そういうのもこのソフトを使えばパクパクできるんですね。そうなんです。やりましょう。またリクエストあればやりますよ、いくらでも。作家である時男はよしこという美人の弟子をもらって浮かれていました。しかしよしこは京都で恋人を作って遠距離恋愛を始めてしまいます。嫉妬した時男は酔っ払ってトイレで寝たり、よしこの手紙をこっそり見て肉体関係がないかチェックします。すると恋人である田中が東京にやってきます。時男は帰るように説得しますが、言うことを聞かないので、よしこのお父さんを故郷から召喚します。このお父さんが東京にやってくるとき、機関車が事故を起こすのですが、何の伏線でもありません。二人がかりで田中に帰るように説得していると、よしこが帰ると言い出してしまいます。しかも、田中と肉体関係があることを告白。時男は、だったら俺も手を出しておけばよかったなぁと正直なことを思います。結局、よしこは父と故郷に帰ります。よしこが帰った後、時男はよしこの布団を敷いて、よしこの着物の襟ごい汚れたところの匂いを嗅いで、泣きながら寝ます。すげえ。襟の汚れたところを嗅ぐんですね。やっぱそこでしょうね。布団っていうわけじゃない。あ、でも布団なのかな。いや、布団の襟の。うん、じゃないかな、きっと。俺もその加山かたい、実はこれ読んでないんですけど、はい、読みたいなと思うね、ちょっとね。うん、これね、5分ぐらいで終わるんやったら読んでもいいですけど。あ、いやでもね、今の小説って完全になんかこうクリアになるんじゃ、最後伏線とか全部回収されるじゃない、うん、なんかよくできた話ですよね、まあ、多いよね、うん、これなんか電車に引かれようが関係ないんでしょ。そう、
最後布団の匂い嗅いで終わるじゃん。すげえよやっぱ。そっか。あ、やっぱ見なきゃだ、読まなきゃダメですねこれね。パワポにすることによって分かりやすさみたいなのが上がりましたか。うん、全然分かりやすいし読みたく なりますよね。やっぱりね。情緒みたいなの全部なくなりましたけど、ね、なくなる、まあ、1分まとめでもいいよね。そうですね、こういうのはね。38歳おめでとう、38歳ありがとう、38歳2回目の19歳、38歳ハッピーバースデどうですか。おめでとうございます。2回目の19歳って聞いたときにちょっと、あ、そうだね、グッときたね。ちょっとあれって宮城さん。あれいいように言ってるけどあれってなりますよね。ちっちゃい宮城さん出てくるのがおかしいっていいね。なんかミニ宮城で38歳っつって、ミニ宮城、左下と右下のあの、うん、あ、運の宮城。そうか、宮城さんはちっちゃかったら可愛いんだっていうのが分かった、あと左右に出てくる金剛宮城像みたいな。あ、そうだね、こうやってね。あの生宮城を僕ら知ってるから、はい、あの、あ、こういう感想だけど、はい、ちっちゃかったら可愛いよねきっとあれね。生宮城はもうだいぶおっちゃんですからね。生宮城はおっちゃんですからね。あんまり可愛さがないけどね。随分宮城さんすぐ自分をこう、そうだね、褒めたたえるね、褒めたスターっぽいことしますよね。そうだね、誰も誕生日祝っていい祝うとかやってない、ね、暗い旅れるデータにはない旅、はい、このパソコンにですね、はい、僕の知ってる酒井さんのあらゆるデータ、はい、これをもう入力してあります。なるほど。なんで僕はそれを酒井さんにやってもらって、まあ、データ通りかどうかをこう見ていくという検証されると、はい、まずはけん玉のデータなんですけど、5回連続ラリーを続けることができると、そういうふうに書いてます。見てみましょう。1、2、3、4、5、6、あ、データにないぞこれは。これは5回以上どんどん続けられてる。これはデータにないぞ。だから何回できるんだ一体。全然データにはないぞ。どうなってるんだ。お茶を30秒で飲み切ることができる。13秒データにはないぞ。30秒のはずなのに13秒で伸びた。全然データにないぞ。反復が良かったけど見てみよう。11、12、13、14、15、ああもう7秒でもう15回以上データにないぞ。こんなことはもうデータにない。終了。数えてなかった。一体何回反復が良かったけど誰も数えてない。そうですね、こんなことデータにはない。データにはないな。このエバーグリーンな感じがね、あるよね。いつでもエバーグリーンですね。いつまでもやっぱりこういう気持ちを持ってなきゃかなと思うね。データにはないぞ。ジャンプみたいな話ですよね、うん、少年漫画みたいなね、うんうん、データにはないぞっていますよね。こういうのみたいな。ある。最近さ、キャプテン翼がさ、はい、こう分厚くなってローソンに売ってるんですよ。あ、そうなんですか、うん、あれを最近読んでましたね。そうなんですか、うん、こういう気持ちになるよ。悲鳴台詞みたいなのが絶対あんじゃん。はいはいはい、あれはやっぱりいつか使ってみたいなって思ってたのを思い出した。お、あれは知ってるのか美咲くんみたいなやつ。そう、やりたい。ロベルト僕負けないよみたいな。ああいうのはいつか使いたいと思ってストックしてたんだけど、おっちゃんがロベルトのこと言ってたらなんか面白いですよね。うん、もうそれ使わないうちに大人になっちゃったから。思うね。常に憧れの肩書き大集合といった感じのテラスハウス、サーファーとか画家とか水球日本代表までいます。
水球日本代表みたいに逆三角形のボディで、しかもテラスハウスメンバーでおしゃれ、波の男子じゃ太刀打ちできません。ここに小金持ちの要素が入れば言うことはなしです。例えば何でしょう、アパート経営とかいう肩書き入れば最強ちゃいますかね。そんなことになったら女子3人ともこの男の意図狙いに行きます。で、この番組はそんな彼らに車も与えます。最初から車があって、いろんな職業があって、パートナーを探すこの感じ、なんやと思います？そうです、人生ゲームです。人生ゲームといえば、結婚相手と子供を車に乗せきれないぐらいに乗せるのがゲームの醍醐味。テラスハウスも結婚して子供生まれてもあの家に住み続けるのはどうでしょうか。メンバーの中二の娘に恋してしまう未婚の40歳の男性、危険な香りもしますが、ちょっと見てみたい気もします。ちょっと見てみたい気しないでしょおっさんがメンバーの中学生の娘に恋するとか最悪ですよ。うん、俺テラスハウスってのはあんま知らなかったからね。でもこれでちょっと、はい、テラスハウス自体は知らなかった、ね、あんま知らなかった。でもそうですよね、うん、多分ひろゆくんのこの動画で知ることが多いですね。相乗りとかほど、うん、のやつなんでしょ。それ多分後継なんですけど、うん、一旦断絶があるんですよ。何もない期間があったから、ああいう恋愛ドキュメント、バラエティなんですよ。あの絵の下手さをちゃんと残してていいですね。あ、絵の下手さをね、うまくならないでほしいっていうね。うまくないのに描き切るというところが潔いですよね。あ、そうですね、全然ごまかさない、写真とか使わずにね、えらい。どうでもいい絵描き歌。四角い窓がありまして、窓かと思ったらやっぱりドアでした。あ、これは天然痘、急いでワクチン打たなきゃ。テレビでおリボンが一つありまして、触手がビュビュッと出てきて、あ、なんだこれは、なんだ、丸書いて丸書いて、月餅って書いて月餅。高校生の間で流行ってるっていう話を聞きました学校でどうでもいい絵描き歌、うん、マジ流行ってるよって書いてる人がいたんですよね、ツイッターで。高校生でしょ、きっとね。高校生かな、大学生かな、分からんけど、学生、うん、女の子、ね、すごいことだなと思って。すごいことですよ、どう流行るんだ一体これがすごい学校ですよ、先進的な。あ、どう、新学校じゃないかな。新学校でしょうね。新学校ですよねこんなの流行るのは ね、 そう、多分ね、先進諸国見たら意味での新学校でしょう新しい、はい、新しいですよ、これが流行るのはね。これが流行るのは新しいですよね。あ、月餅と書いて月餅あ、でも流行るかも、高校とかだったら、天然痘かと思ったらテレビでよタンス2号、世界史って書いて世界史みたいな流行るかもねちょっとした、わかるわかる、うん、これでも僕 DVD 欲しい、100本ぐらい入ったやつ、ムカナヤン堂的な、あ、ずっと続いてるやつ、ね、まとめたいですよね、うん、だから増えるかもしれないです、枠が。あれだよね、島次郎みたいなね、話ですよね。島次郎、毎回細切れに活躍するんですか、わからないんですけど島次郎日暮里駅から奥駅に行くには日暮里を出て上野で乗り換えて奥駅となります。では実際に乗ってみましょう。日暮里駅から山手線で上野駅へ、上野駅で東北本線に乗り換えてガタゴト揺られて奥駅に到着します。その電車賃は133円です。次は上野駅で改札を通り奥駅を目指します。奥駅に到着、その電車賃は154円です。おかしいなと思います。日暮里上の奥が133円で、上の奥は154円です。この奥ですね、はい、奥駅は一応東北本線が日暮里も含めてるんですよ。すごく簡単にまとめると、線路がないだけで日暮里と奥が近いからだと思います。そういう特例があるそうです。たくさん乗って安いのは嬉しいことだと思います。ところで奥って何があるんでしょう。
分かったよ俺。分かりました、うん、日暮里上の奥、うん、で日暮里上の奥だと140円、うん、まあ額面でいうと、うん、上野から奥やと高いんだね。150円、160円、それっていうのはこう回ってるけどここが近いからっていうのを地主君説明してたんですけど、うん、これクレームがいっぱい来たんですよ。はいはいはい、はい、ツイッターとかで、うん、違うぞというので違ってたらごめんなさいってでもちゃんと地主君は、ね、言ってましたよ。違うんだこれ。違うんですよ見事に。違ってたらごめんなさいっていうのは大体合ってるじゃないですか。そうだね、見事に違うんですよ。あ違うんかって、はい、あそう距離じゃないと、距離じゃなくて、うん、日暮里奥は、東北本線で、うん、東北本線かなんかそれ別の線路で一駅区間みたいなイメージなんですって。で上の奥は、うん、あの長いのもうちょっとそれは山手線の一駅、うん、それは値段が違うみたい。いいよそんな10円とか20円とか違うでしょ。別にいいよ急に機嫌悪くなっちゃったいいじゃんそうなんだ違うんだこれ。ジュースも同じ気持ちだと思いますよ。これ違うっていうのは おかしくていいねなんかね。そうこうこんだけバシコンで。そうだね違うかもしれませんがって言ってて違うっていうのはいいね。だから違うかもしれないって言ったじゃんってことだよね。はい、まあでもねこれをバスッと言い切ることによって近いからと言い切ることによって動画がギュッと締まりまして。はい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 、はい、もう知らない方にとっては結構カタルシスがこうあなるほどねという。うん、分かりやすくなってね。その理解したっていうのは気持ちいいもんね、はい、理解した感はね。そう、うん、たとえ違ってたとしてもね、うん、そうそうそう、うん、違う情報持って帰ってるんですけど、うん、気持ちよさはすごかったでしょ。うん、理解した感はすごい出たね、違うんかい。そうそう体に悪いもん食ってるみたいなもん。そうだね、美味しいスカッと。釈迦族の王子ブッダは6年間の修行を経てついに悟りを開きました。人々はブッダに話を聞きに来ました。ブッダ、親友が金のために私を裏切りました。簡単に欲望に振り回される人と人とのつながり、それ自体にも意味があるのですか。そうです、すべてのことに意味があるのです。本当ですかブッダ。それならあのカニ食うてるときにカニを食べてるときって静かになるよねって言い出すの、あれにも意味があるんですか。意味があるのです。ブッダ、ありがとうございます。ブッダ、あなたのおかげで奴隷として生きていく私の一生にも意味があるのが分かりました。しかし縁起物ですからお持ち帰りくださいと結婚式のメニュー表を持って帰らされるにはあれは意味がないでしょう。意味があるのです。ブッダ、ありがとうございます。おブッダ、あの生まれては死んでいくこの世界に意味があるのは分かりました。ところでブッダ、 Facebook であのシェアさせていただきますって言ってる人に漏れなく漂うあの妙な回答っぽさっていうのはあれは意味があるのです。ありがとうございます。ブッダ、オリジン弁当の花見弁当にあの手切りって書いてあったんですけど切り方は意味ないですよね。意味があります。ブッダ、焼き鳥を串から外すと寂しい気分になるのは分かってるのになぜ人を外すんですか。意味があるのです。ブッダ、あのジミーちゃんのやってるやってるは左手でやったから受けたらしいんですけど、あの滝川クリステルが左手でおもてなしだったのあれ意味ないですよね。意味があるのです。ブッダ、あの人が持つ釣り缶の根元持つ時のやってはいけない感って意味があるのです。あのブッダ、あの毛先が9のことなんですけども意味があります。ありがとう。ブッダの旅はまだまだ続く。毛先が9、毛先が9は意味ないでしょう、ね、毛先が9意味ないやろって今思い始めたんですけど、うん、それ若い人知らないと思いますけど昔毛先が9って歯ブラシがあってあったね。で調べてみたらずっとあったみたいで、うん、毛先に玉がついてんだよな。ピューッと出てここはピュッとこう玉っぽいですよ。 ね、あれはその玉だから点で磨くからいいっていう植え込みだったんですか。違うの？それはあれみたいな感じになってますけど、玉にすることによってこうザクザクやとちょっと痛いと。ああ、いやいやいや。ちょっとこう玉でマッサージしてる感じにしようという歯茎を。そうなんだ。そういうことなんだそうです。いいじゃんじゃあ。そう、裏聞くとね、でも意味あんじゃん。でもそのこの細かいとこ全然入っていかない感じが。入ってはないだろうね。感じがしますよね。あ、そうなんだ。俺なんかその面じゃなくてこう点で磨くからいいって思ってた、はい、僕20年前ぐらいに終わったと思ってたら数年前まであったそうなんです。そうなんだ、ね、細々と毛先が9は取材したいね。ちょっとねそう終わっちゃったんですね。うーん、多分剥いたら全部一緒だと思うんで全然動じないですね、うん、あっ怒ってる。噛むとなんか変な信号がこう伝ってこの辺に行くんだよ。ダメですよな。あー銀紙だ。
大地からの啓示を受けたパターンです。これね、見ててもこの辺がなんか痺れる感じする。見て噛んでないの記憶が、うん、記憶が蘇るね。メッセージ受け取ってるパターンありますね、たまに。ある、食べ物からのメッセージとかね。モラルからの、世間からのメッセージとか、うん、来るね。すぐスピリチュアルな方向行きますよね。うん、好きなんだわ、それ。好きなんですか、それは。好きなんですよ。それもしょうがない。川とのこのね、対話みたいな感じじゃない。なるほど。違うんだけどね。Good morning, Tokyo. Tokyo. We show you the snack. Snack. Chocobar. Hmm. I don't know this. You don't know. Yeah, I don't know well. Oh. Oh. Yan Yan Tsukebo. What is Yan Yan? I don't know. Tsuke. Dipping. Bar. Dip bar. Dip bar. Tsukebo. Tsukebo.Means dip bra. Dip bra in what? Choco cream. Oh, choco cream. The bra is made of wood or iron. No. Cracker. Oh, the cracker. Yeah. I want to taste. Oh. It. Okay. Hmm. Very soko. So. So. I give you Yan Yan Tsukebo.I don't want this. But today is your birthday. You know my birthday? Yeah. Happy birthday. Happy birthday to you. The cake. Oh. The cake. But I don't want this. Close. Stop. I didn't say I can't take it. I'll take this. My home. And welcome. Welcome.As son, this is my son. My son. Like a Shakespeare. So. Take. No. Bye. Bye. はい、ヤンヤンつけ棒でございます。ヤンヤンつけ棒は、はい、あんまり知らないかもしれないよ。ヤンヤンつけ棒、僕も食べたことなかったですよ。うん、藤原が知らないんですかみたいな感じで、知らないよ、持ってきてる。英語で説明しようにも日本語でもできないもん。そうですよね。あの題材は何、藤原くんが選んでるの？ヤンヤンつけ棒だけ。ああ、そうなんだ。一緒にコンビニに行って、これどうですかって。明らかに説明しにくいけどね。知らないわ、そのヤンヤンつけ棒ってやつっていう話をしましたよ。いいですね。僕はあのシリーズが好きなんで、あれも集めて欲しいですね。日本語。グッドモーニング東京。そう、あのグッドモーニング東京。僕好きなんですよ、あれ。そうか。うん。グッドモーニング東京も割とご長寿ものですよね。長寿シリーズですよね。何回もやってるよね。うん。徐々にこうなんかあのもうなんというか演技力が高まっていく一方、はい、情報量がこう減ってってるっていうか。そうですよね、うん、全く説明しなくなってってるのがいいですね。説明してないですね、してないですね、うん、でもそれでいいと思います。いきますか。はい、今日のお楽しみ、ビデオレターを募集して紹介はいっぱい来ましたけれども、はい、そこから来なくなりまして、うん、来なくなっちゃったね。ええ、残念ながら、うん、この前ご紹介した中村さんっていうか、中村さんは実は2つ送っててくれて、はい、締め切った後に何か送っててくれて、ほうほうほう、それを見つけましたので、はい、見ます。あ、ぜひとも、どうでもいい映像を、はい、見ましょう、見ましょう、見ましょう。あ、そうだ、先に言うとビデオレターを募集してまして、はい、どうでもいい映像を送ってくださいって、ただ見ますって。僕らは見るだけなんですけど、これ僕好きですよ。ですよね、はい、いいもんですよやっぱりね、うん。男子が好きそうなどうでもいい映像って書いてありますけど、これ平城宮です。あ、そう。奈良の。
から最大時の区間やと思うんですけど、はい、どうだかでも確かそうなんですよ、違うかな、どうでもいいねあ、そう、もうここまで来たかっていう、これは来たね、これもう好き、これは僕は好きですけどどうでもいいね、これは俺もこの前出張の時に、はい、東京から大阪までビデオ撮ってたけど、ずっと、あ、そうなんですか、あの新幹線の車窓撮ってたけど、へー、でもまあどうでもいいから出さなかったよ、どこにも出してくださいよ、ここに、ここに出そうか、じゃあね、1時間半、いや、あのタイムラプスで撮ったんですよ、あ、そうなんですか、うん、きっとしてね、それは楽しいでしょうね、まあどうでもいいよねここまで来ると幅が広がりましたね、これタイトルが確か男子が好きそうなどうでもいい映像って書いてて、好きだね、いい好きかな、僕は好きですからいいとこついてくるけど、まあどうでもよかったですね、これはどうでもいいですね、何が起きるかなと思って見ちゃうとこあるね、多分平城宮跡やと思うんですけど、そこはじゃあ尾っていう建物があったでしょ、うん、あったあった、ね、そこはピークなんだ、動画のピークって、ピークの本人も多分男子が好きそうなって書いてあるから、あ、自信を持って取られてないと思うんですよ、そうだ、ね、これがいいと思う、いういいよ、こういう動画がいいねこれいいですよね、いいですね、ハードル上がったかな、逆にじゃあ、まあ適当にやってくれた方がいいですね、それとはでもまた真逆の、はい、適当とは真逆の一生懸命やる男、はい、もしかして月刊大正解、どちらが来たありますんで、今月来ました、はい、あー来たか、全然どうでもよくないですよ、彼のところは、ダシアはね、うん、本気でちゃん作ってますから、うん、見ますか、もういきなり、僕は見たい気持ちでいっぱいですけど、ね、はい、また例によって都市の説明すると、神戸に住んでいる、はい、神戸のデザイン系の学科に通ってるのかな、そうですね、大学のなんかそうデザインを勉強してる、はい、元米子で出会った高校生だったんですけど、そう、僕らが会った時は高校生だったからね、もうでも大学の方に行って、後輩にからかわれたってた高校生が、一人暮らしを始めたっていう、ね、そうそうそう、でなんでヤクザみたいな髪型にしちゃったのかなっていうところまでが前回の話です、ね、そうですね、見た目にインパクトがあるんですよ、ね、はい、で前回は、寝っ転がってね、ああそうだそうだ、ベッドに寝転がってヤクザみたいなのが裏声で話なんだ裏声で話してそれはお前のやることじゃないっていうアイドルトークみたいなのしてたんですよ、一人で、そうですね、ああそうだ、題材をなんかくじで引いて、そう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 、あこれ喋ることないなみたいなこと言ってたんだ、一人バラエティーやってたんですよ、でも面白かったですよ、それが今回どうなったかっていうのをまたやりますんで、すごい楽しみですよこれ、うん、神戸に住み始めて早3ヶ月がセピア色、ここの暮らしにもようやく慣れてきた、いやーこれ早くの同級生の名前も早いね、3人くらい覚えたし毎朝目覚ましランケンとジップでポンと腕玉チャンスにも参加している、あ、テレビの話だね、しかし心の中は未だにぽっかりとしたままだ、そうなんだ、3ヶ月前までは電車は1時間に3本くらいしか来ないと思ってた天気予報の選択指数なんて全く気にしていなかった、まだ慣れてないですか、そうだね、そして何より家族がそばにいることが当たり前だと思っていた、投資はワールドなんで美談掘り込んでるんですか、そうだね、早い展開だよね、当たり前と受け入れられるようになったらこう来たか、私も少しは大人に近づく、美談掘り込むの早いですよ、早いよねこの番組は大正解トシヤの提供でお送りします、こういうの好きなんですよね、トシヤは提供とかそういう冗談が好きなんですよ、どうも大正解トシヤです、月刊大正解トシヤ7月号こっち行っていきましょう、トシヤひげ生えたな、トシヤ手とかねプニプニしてるけどなんか子供っぽい手してる、そうですね、額汗かいてるひげが最初のトピックスはこちら、大正解トシヤオリジナル T シャツ完成、T シャツできたんだトシヤ、
最近はスマートフォンのアプリを使ってオリジナルの T シャツを作れると話題です。私もそういう大学生いますよ、ね、作りました。実は今着ているこの T シャツ、そうスマートフォンのアプリで作ったんです。すでに首がちょっとだるってなってますけど、見てください。おしゃれじゃないこちらね。あすごいすごい、さすがデザインのマークが入っております。だいたいこれが消費税とか送料を含んでだいたい2,500〜2,600円くらいしましたね。でもね、この T シャツでね、まあ、長時間椅子に座ってたりするとですね、長時間椅子に座ると毛玉がすごいんです。この部分の毛玉がすごい。毛玉がすごい、お前尻とか見たらダメからさ、毛玉がすごい。まあでも ね、 もうね、毛玉も含めて近いよ、ね、大切に着ていこうかなと思います。 T シャツの毛玉、毛玉も T シャツの一部だぜ。画面いっぱいにとし、画面いっぱいですね。こういうの新しい三脚がやってきました。前行ってたもんね、三脚が。今回の動画も iPhone で撮影しているんですが、結局買ったんですね。撮影に欠かせない iPhone を取り付ける三脚、うん、これ新しく買いました。どこなのかと言いますと、こちら杉作ジェイ太郎を貸しました。そうです、こういう真っ黒な感じで、が生えたことによって、でこの足の部分もね、こうグニャってなってとても使いやすいんですね。で、この足の部分、これ何かに似てるなと思ったらね、ダンゴムシです。これダンゴムシに似てます。そういう形をしてるんだ。なのでこれからこの三脚はね、三脚改めダンゴムシとして、三脚でもありダンゴムシであるということですね。というわけで、これからもね、うちのダンゴムシをよろしくお願いします。もう無視できないぜ。ダンゴムシね、ダンゴムシだから虫とかかってる。さて最後のトピックスですけども、皆さん今回の月刊大戦会都市はいつもとどっか違うと思いませんか？ダンゴムシに関しては知らんがらないと思うんですけども、なんと私大戦会都市は合成の技術を手に入れました。そういうことですね。だけはこの100円ショップで買った青い紙を貼り付けて、貼り付けただけですよ。これを貼り付けるだけで無限の可能性が広がりました。やったー。というわけで今月はこの背景にとっておきの鳩映像を流しながらお別れいたします。それではまた来月お会いしましょう。大正解としやでした。ヤクザっぽさ全然、はい、ヤクザっぽいね。うわー、鳩だ大学生っぽいでしょ。はい、そうだね、はしゃぎ方はしゃぎ方はね、でも顔はヤクザだよね。顔はヤクザですよ。林さんのところに飛んでけとかちょっとデイリーポータル見すぎてる感じがして。ああそうだね、いや面白かったですよ。あの相変わらずうまく作ってますね。毎回あの手この手で楽しませてくれますね、やつは。そうだね、でもやっぱり着実にあのスキルは上がってるね、ええ、今回合成を、うんうん、まあ、僕らとは全然違うと思う。そうだね、着実にこう一歩一歩どこに向かってるんですかね。テレビ番組とかの方向に向かってるんですか、ね、やっぱそういうなんかバラエティとか、そうですよね、アイドルとかそういうのが、まあ、そういう定型が好きなんでしょうね、うんうん、好きなところに向かっていってますよ、うん、テレビ局、あ、テレビ局とか ね行ければいい ね、 いいですね。となんであんなさ、はい、怖い顔になっちゃったの。ひげが生えたからね。ひげがちょっとひげを剃るっていう発想がなかったんで。前会った時も、はい、頭丸めてて怖かったんだけど、はい、さらに怖さ増したね。そうですよね、そこはヤクザっぽいっていうよりかはなんかこうおっさんっぽいっていうか、そうだね、おっちゃんっぽかったね、うん、そこはキャラだから生かしてってほしいけどな。まあでも T シャツの報告とかやっぱいいですよね、うん、トシアの小さすぎる話題をすごい今回もよくできて、あ、そうなのか、あの面白かった。人の小さいことを報告してもらうというのはとてもありがたいですよ。でもだんだんこれちゃんとしてきたらね、ああ
面白くなくなってくるんでしょうね、またそれはそれで。そこがもったいないよね、あのさ、はい、僕ら前から言ってるけど、はい、最初に会った時は一番面白かったんだよ、トシヤは。そうですね、最初に会った時の沖田君がじゃあとりあえず回しとこうかみたいな、うん、撮ってた感じの、はい、あのちょっと、いや、あの、うん、あれ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 、はい、おどおどした、ね、あ、安藤さん、あ、みたいな、そうそうそう、あれがすごい良かったので、だんだん擦れてきましたね、やっぱり大人になって、うん、大学で技術を学んで友達ができてね、こう僕らからは離れていくんでしょうね。じゃあ次回で最終回、最終回で、ね、ありがとうございました。まあ次回ですよね。次回見たい、とりあえず。あ、見たいですよ、ね、次回が。僕はすごい推してるんで見たいですよ、みんなもそのうち分かってくるじゃないですかね、年明けの良さ、本人がね、やっぱり、本人がを見せたいですね、みんなにね、あの良さを。そうですね、なんで動画にしちゃうとこうイラッとくるんだな。はしゃいでるところとかが結構コントロール効かないというか、うん、まあそれはでも本人もそうじゃない、あってもさ、まあ、そう、あってもうっとしいじゃない、でも可愛いじゃないですか。動画だとその鬱陶しいところがこうギュッとこう迫ってくるわけよ。そうですね、うん、ミーティングですね、これは。ミーティングですね、あの、まあ、ミーティングかな。僕らもね、はい、紹介した手前、はい、責任取って、はいはい、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました、はい、総集編でした。